麻生夏子ニューアルバムプレシャスストーン発売記念ミニライブ。まず始めは盛り上がるこの曲いっちゃおうと思います。バカとテストと召喚獣にエンディングテーマエルカベイビー。Many of us
で、エウレカベイビーと MM のエンディング主題歌モアマラバーズでした。改めまして、なちゃんこと麻生夏子です。よろしくお願いします。今日はというか昨日東京では木枯らし1号が吹いたそうですね。関西も吹きまして、で私昨日は、このアルバムの発売記念イベントだったので、店舗様にご挨拶に伺ってたんですけども、すんげえ薄着で出ちゃってめっちゃ寒かったんで、今日はすごい重装備できました。すごいね、風が流行ってるみたいなんで、皆さんもですね、多分ここで発狂して暑くなると、多分外ってはすっごい寒いんで、しっかり汗を拭いてからですね、出て、風邪はひかないように気をつけてくださいね。はい。で、私池袋って毎回来ると迷うんですね。今日ここ来る時もすごいドキドキしながら来たんですけど、この前上野サンシャイン水族館にお仕事で行ったんですよ。そうなんです。でその模様がですね、10月の31日の深夜3時とかなんで、まあ正確に言うと11月1日の3時、テレビ東京さんのアニソンプラスという番組でですね、流れますので、もしよかったら、起きてなかったら録画してください。チェックしてみて、はい、ください。で、まあ今回この池袋でね、ここってテレビでよく見るとこじゃないですか。自分がまさかこの場所に立ってイベントができるなんて夢のようです。ありがとうございます。決まった時に人が来なかったらどうしよう、ガラガラだったらどうしようってすごい怖かったんですけど、こんなにたくさん集まってくださって嬉しいです。ありがとうございます。でですね、そんなアルバムの中からシングル曲ではなくアルバム曲をちょっと歌いたいなと思います。初披露です。といっても、さっき公開リハーサルやってるんで、してる方はしてるかもしれませんが、初な気持ちで聴いてください。それではいきます。ルミナスフェイス、It's mine。